その下にイザヤ書って書いてありますね。旧約52章、それ左が53章です。なおその左、右隅に2850年前。どういうことですか。イエスが誕生するよりも850年前の予言です。かの有名なイザヤです。僕は皆さんに時々お話しますが、日本に古代ユダヤの人たちが数回日本にやってきてるって話してたの。日本では本当の古代ユダヤの血統がいっぱいおるんです。で、日本人の根源は何だ、イザナギ、イザナミって言ってるわけです。イザヤなんです。このイザヤ、イザヤに奥様がいらっしゃいました。だからイザナギ、イザナミって言ってるのは、そこからなまって日本語になるもう少し違う意味なんですが、イザナギ、イザナミ、ご夫婦ですね。だから皆さん知ってらっしゃるように、古事記なんか始めると、その人たちが結婚するときに、やがて人間が生まれてくるときに何言ってるのかと言ったら、アナニアシって言ってるんです。アナニアシ、わかりませんね。ヘブライ語で、私はあなたと結婚したいって言ってるわけです。アナニアシ、古事記に書いてあります。古事記にそのままヘブライ語ですよ。古代ユダヤのアナニアシ、皆さんやったら、男の人は女の人からアナニアシ言われたら、え、アナニアシ、わからんですね。で、古事記アナニアシと書いてあるんです。そしてやがて彼らが日本を作っていくときに、どうしたかって言ったら、お分かりのように雫を落として日本を作っていくわけ。一番初めはどこですか。古事記を見なさい。淡路島です。その次四国です。ちょっと考えられないね。今だったらまず東京とかね、淡路島なんです。で、皆さん淡路島行ったら、一番古くからある淡路島の神社がある、イザナギ、イザナミ神社。そう、後でつけたんでしょうけど、つまり古代ユダヤの人たちが船でやってきた時に、一番初めに到着したところは淡路島なんです。陸を通ってやってきた人もいますよ。これは北王朝十部族の人、南から船に乗って到達した人たちもおりました。契約の箱を持ってきたわけです。後の日本はお祭りの時にたんびにみんなわっしょいわっしょいってやってますが、神輿です。神輿の本体は契約の箱って言うんです。あれは不思議なもんですね。もう男の人たちが意識があるでしょ。もっとその中で面白いのは、神社の中にある契約の箱の、ひな形である神輿ってのがありますが、海から神輿上げるでしょ。え、船で運んできてザバーって入れるじゃない、みこしを。ほんでみんなザーッと入っていって、グワーッと背負うわけです。そう、そのようにして今から約2600年ぐらい前に契約の箱は日本に到達したんです。だから日本は特別な国なんですよ。そういう意味で契約の箱があるから、どこや言いません。それ昔からちゃんと印読されてる。ほんで淡路島に着いて、そしてやがて淡路島から四国の阿波へそれを持っていったわけです。 何百年もかかったでしょうね、後の時代に。だから淡路島ってのは阿波への道なんです。今徳島って言ってますが、もともと徳島は阿波の国ですね。で、そこからずっと持って、阿波への道で淡路島って言ってるわけです。だから一番初め、古事記一番初めにイザナギ、イザナミが作ったところはどこですかと言ったら淡路島なんです。そして四国なんです。それはそういうことを言ってるわけです。ほんでそれからどこへ持っていたんですか。おそらく剣山でしょうね。剣山、剣山って言ったら今剣、剣ですね。こういう会で剣山って、もともとは剣なんです。で、分からないようにしてしもた。鶴は万年、さあ千年か。で、亀は万年かなんか分からないようなこと言いますね。こうなんですよ。これは鶴、義なんです。鶴と亀なんです。で、いつまでもいつまでも八坂に栄えますようにって言ってるわけですね。八坂。いつまでも栄えますように、いや、弥生時代のやですね。やー坂、お、やー坂、そう、八坂神社です。京都にある、ね、八坂神社はあそこだけじゃない、日本中にいっぱい八坂神社がある。
でまたこれもわけわからないようにしてしまって8つの坂にしたんです。だけど古代ユダヤのヘブライ語のヤー、これ神という意味です。ヤーで8にしてでカムラージュしたんですね。というのは日本に古代ユダヤの人たちだけが来てるんじゃない、ある時は中国大陸から来たり、あるいは朝鮮半島から来たり、ある人は東南アジアからも来たでしょうね。でその中で古代ユダヤの人たちが日本を統治していくわけです。ヤーヤー神だから、マガタマについて皆さんにお話したことがある。この前に八坂にのマガタマって言うんですかね、八坂のマガタマでしょ。だからね、マガタマってのは単なる石がこういう形してるんじゃないんです。八坂にのマガタマです。だから昔の人たちは、統治した人たちはマガタマを持ってたわけですね。